はい、いつもご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。本日は超小型のナイフを購入しましたので、そちらの紹介をしていこうと思います。これも中国製のものです。で、本当に手のひらサイズっていう、もう手の指サイズの大きさなんですが、こちらきちんとしたナイフになっているので、こんな感じでここの部分を回してもらえると、だいたい1センチあたりの刃が出てくるようになっております。よいしょ。一応ライナーロック式になっているので、こんな感じでカチッっていう風にロックの方がかかります。これで動かない状態ですね。切れ味はというと、きちんと切れるようになっているので、まあまあ切れ味はいいかなと思います。こんな感じですね。まあその代わりすぐにちょっと欠けてしまいそうなところではあるので、そこまでがっつりは使えないと、まあ大きさ的にもがっつりは使えないと思うんですが、一旦キーホルダーとかに留めてもらって、ちょっとなんかいざという時のために持っておこうかなっていうところで購入の方をいたしました。で、解除はここを、まあライナー6なんで押してもらえれば、このようにまたカチッと止めることができます。で、ちょっとここのチェーンが弱そうなので、まあ別のチェーンに切り替えて、ここの穴のところに通して代用しようと思います。で、重さはというと約 19g ですね。なんでチェーンを入れてなので、まあもう少しこのチェーンを外せば 1-2g 軽くなるんじゃないかなというイメージです。まあ大体数百円で買えたんで、もし興味がある方がいましたら購入してみてはいかがでしょうか。はい。一旦短いですが、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。